ハイアライはヨーロッパのバスク地方発祥のスポーツ。セスタプンタとも呼ばれる。ハイアライとはバスク語で楽しい祭りの意であり、セラフィン・バローハによる1875年の造語である。セスタと呼ばれるグローブを右手に装着し、遠心力でボールを加速させてから壁に向かってボールを投げつける競技である。バスク・ペロータの一種であり、日本では バスクペロータの別名とされることもある。ハイアライのボールは高速で飛ぶため、バスク州政府はハイアライが世界最速のスポーツであると主張している。アメリカ合衆国、ロードアイランド州のニューポート競技場で行われた試合でホセラモンアレーティオが時速3 0 2トルを記録し、この記録はボール競技による世界記録となった。しかし、2007年には、 スポーツ科学実験の一環で、ゴルフボールのロングドライブ競技のジェイソン・ズバックが、時速 328km を記録し、ボール競技の世界記録を更新している。すべてのハイアライ選手は右手に、セスタと呼ばれるグローブを装着する。ボールは高速で移動するため、ハイアライには、危険が伴う。ボールとの接触は、怪我につながり、競技生活からの引退を強いられたり、 不慮の死亡事故が起こることもある。長いシステラハイアライのコートは正面、背面、左側側側面の壁、床面からなり、右側には壁が存在しない。ペロタと呼ばれるボールがこれらの壁以外の床面に触れた場合は範囲外とみなされる。同様に正面の壁の下部3フィートの高さにも境界線が引かれている。一般的にコートの上限は とても高く、ボールはより予測可能な軌道となる。コートは、正面の壁に対して、平行に引かれた14本の線で分割されており、正面の壁に最も近いのは1番線、背面の壁に最も近いのは14番線である。早洗いの試合は、一般的に8人、または8組によって、ラウンドロビン方式で行われ、7点、または9点を選手した選手。 組が勝利する。ダブルスの各チームは前衛と後衛の2人の選手からなり、一方のチームの前衛の選手がサーブを打つことで試合が始まる。それぞれの点の勝者がコートに残り、順番で決められた次のチームと対戦する。敗者はコートから去り、次の順番まで待機する。灰洗いで使用されるボールは金属糸できつく締められた後、八木側に包まれる。 サーバーはサービス線の後ろから正面の壁に向かってボールを打つ。セスタでボールをキャッチし、体の動きを停止させて保持したり、お手玉のように一度ボールを離してから再びキャッチすることなく、流れるような動作で投げ返さなければならない。相手ボールが正面の壁に当たって跳ね返ってからノーバウンドかワンバウンドでキャッチしなければならない。以下のような時に、 相手チームに得点が加算される。ポイントを獲得したチームがコートに残り、その対戦相手のチームはコートから去って対戦リストの最後尾に回る。一般的に最初のラウンドは点が2倍になり、それぞれのチームが少なくとも1点獲得する。選手は頻繁にチュラと呼ばれる打撃を試みる。チュラは前面の壁の高部に当たった後、円弧を描いて跳ね返り、 後面の壁近くに達する打撃である。その後は、弱くしか弾まないため、リターンショットがとても困難となる。メキシコシティのハイアライ競技場ヒスパニックの影響で、ハイアライはラテンアメリカ諸国やフィリピンで人気がある。フロリダ州マイアミにある、マイアミハイアライ競技場アメリカ合衆国では、競馬、ドッグレース、つなぎが競争に変わる賭博として人気があり、特に、 フロリダ州で人気が残っている。フロリダ州には、ダニアビーチ、オーランド、マイアミ、レディック、ホートピアース、ジャスパーの6カ所のハイアライ競技場がある。アメリカ合衆国発のハイアライ場は、中西部のミズーリ州セントルイスにあり、1904年のバンコク博覧会の時期に建設された。1924年、マイアミ近郊のハイアリーア競馬場が、 マイアミ国際空港近くにある現在の場所に移転し、競馬場跡地にフロリダ州発のハイアライ競技場が開場した。ハイアライのヤンキースタジアムと呼ばれるマイアミハイアライ競技場は世界最大のハイアライ競技場であり、1975年12月27日には15,502人の観客を記録している。マイアミハイアライ競技場やダニアハイアライ場などは、 数年営業であり、ホートピアースハイアライジョオカラハイアライジョハミルトンハイアライジョなどは季節営業である。タンパハイアライジョは1990年代以末に閉鎖されるまで長い期間営業していた。タンパ、デートナビーチ、ウェストパームビーチ、クイーンシーなどのハイアライジョは営業停止中である。メルボルンにあったドッグレースジョはハイアライジョに転用された。 他の賭博が可能となったことで、アメリカ合衆国北東部と西部での早洗いの人気は衰えている。コネチカット州のハートフォードとミルフォードの早洗い場は、高級的に封鎖され、ブリッジポートの早洗い場は、ドックレース場に転用された。ロードアイランド州、ニューポートのニューポート早洗い場は、スロットマシンやビデオロッタリーのニューポートグランドに、転用された。ネバダ州ラスベガスでは、 MGM グランドホテルカジノで短期間だけ、早洗いが行われて人気を得た。しかし、1980年代初頭までに、早洗い上は資金を失い、MGM グランドのオーナーである、カークカーコリアンによって閉鎖された。ネバダ州リノの MGM グランドは1979年から1980年の、 短い間だけ灰洗いを披露したフロリダ州での灰洗い競技場の衰退傾向に手を打つため、フロリダ州議会は HB1059 法案を可決した。この法案は、灰洗い競技場、ドッグレース場、競馬場のようなパリミューチュエル施設における、ポーカーの運営や掛金に関する規則の変更に関わるものであり、この法案は2003年8月6日に法律となった。 このスポーツはアメリカで衰退傾向にあるが2008年には自治体の支援を受けてフロリダ州セントピーターズバーグにアメリカ合衆国初の公共アマチュア派アマチュア編集アメリカ合衆国ハイアライ協会のビクター・バルカース会長はダニアハイアライ上でプレーしていた選手であり世界最高のペロタゴマ選手とされている1960年代後半 北マイアミアマチュアハイアライ場に加えて少なくとももう一つのアマチュア競技場があった。フロリダ州南部出身の国際的なアマチュアハイアライ選手にはランディなどもおり、1968年にはアメリカ合衆国で初めてプロのペロタ選手に転校したとされている。1970年代から1980年代初頭、ハイアリーアにある オルベアハイアライ上は4つの屋内コートを持っていた。硬質ラバーボールでプレーする2つのコートは75フィートと90フィートで標準的なコートよりも短く練習やアマチュアリーグに使用された。硬質ボールでプレーするもう2つのコートがあり、一方は115フィートであり、もう一方は規定通りの150フィートだった。オルベアハイアライ上はセスタや ヘルメットなどの用具も販売していた。引退した選手が訪れて、上級アマチュア選手とプレーしたり、マイアミハイアライ場や、他のプロ競技場所属のプロ選手が訪れたりした。南マイアミ、北、マイアミ、オルベア、後には、ミルフォードのアマチュアハイアライ場は、アマチュアハイアライ選手の黄金期や、アメリカ合衆国でのハイアライの促進に貢献した。1980年代以末には、 コネチカット州に少なくとも一つのアマチュアハイアライ場が建設された。フィリピンのマニーラでは1940年完成のマニーラハイアライビルディングでハイアライがプレイされていた。この建物はアジアで最も重要なアールデコ様式の建物の一つであり、アメリカ人建築家のウェルトン・ベケットとウォルター・ウーデマンによって設計された。 1986年には審判買収問題が発覚し、フィリピン全土でハイアライが禁止され、マニラハイアライビルディングはマニラ市政府によって2000年に取り壊されたが、その後2010年3月に復活している。ジュテングとの関わりを指摘され、2011年にはパンガシナン州政府によって短期間禁止されたが、裁判所命令によって再開した。 ヨーロッパ諸国の繁殖民地的な都市だった中国の上海や天津では、ハイアライは競馬と共にヨーロッパからもたらされた二つの賭博クスポーツの一つである。上海や天津で共産主義者が勝利すると、ハイアライは禁止された。かつてイタリアの疎開だった天津のハイアライ競技場は没収され、労働者階級のための娯楽センターに転換された。 マカオには海力娯楽場という灰洗い場があったが、カジノ灰洗いというカジノに転換された。ありがとうございます。